はい、皆さんこんにちは、チェでございます。三国志ですね、パート11をやっていきたいと思いますね。兵を増やしたので、あとは軍備さえしっかりしたらまだまだかかるなこれ行こうかなというとこですね。はい、はいはいはい、開発は工作一本で今はいいでしょうね。こちらね、こちらはもう防備だけでいいので、工作治水が動いているので、あとはほっとくだけですね。あ、そうだ、褒美でねやることないときゃ、やることないときゃ、お、ちょっと待って、何これ、こうしてこうこれ可能なのかいで、書物、さすがに複数人はダメか、金ないかね。人事褒美、ほうね、ということは何、2人にも金になっちゃうんだね。あ、分かりました。まあとりあえず満潮さん、あなたに書物を与えましょう。はいはい、99ね。いや、いいわこれほんといいな。また防備ね。あ、ちょっと飲み物いただきますね。さあどうでしょう、そろそろ動きたい、動きたいんだけど軍備が整ってないので、一応ね見てみましょうか。他国もこれ我々に合わせて強くなってると困るんだな。あら、得られていません。あ、そうね、そうなのね。ああ、能力低い人だったらこうなるのか。あら、あらららららら、こっちは都市は、おー、いった痛い、うわ、兵士ばっかり、あまり能力足んない人でもダメなんだね。あ、こっちは見れる、うわ、5600、あ、今日も取れるぞこれ。あ、かなり疲弊してんだね。あ、なんか夢が広がっちゃう。でもまだまだなのね。あら、そうか、店員さん雇った方だからちょっと下がってんのか。あ、居長さんもそうだね、ちょっといっぺん薄めた方がいいんだよね、きっと。で、人事褒美あげれない、あげれないので、龍炎さん2ヶ月、それなら私もトローに終わりましょうと。で、はい、じゃあまあこうだね。長安から密偵が、何、戻ってきたのに全然覗けてないのね。効能の、あ、士官、副官、この人あれだね、この人あれじゃなかった、あの蒼天航路に出てきた人じゃなかったかな。時刻ね、武将、あれでも蒼天航路読む限りこの時には死んでんだけどね。あ、士官、違うかあ、違うわきっと、ごめんなさい間違えました。そうね、若い22歳ですよ。なんかみんな入ってくると軒並み22歳だね、さっきから思うと。人事登用ね、はい、ここね、士官さん、せったく、誰、カコトさんじゃないわ、チョコさん、うちの人事部長だね、かなものはと。はいはいはい、文官ですよ、もうあなた問答無用で文官です。耕し入ってますよね、治水も上がってきてますんで、さあどうしようかなと。あ、人事褒美だね、褒美でガンガン上げちゃいましょう。あ、みんないいな。社末、
で人事創作誰、この人行ってみよっか。我が国の力となるのが生まれてみましょう。このすごいね人が見つかりまくりだね。さあ夏になっちゃいました。しまった、見て入れるの忘れてた。あ、まだ見れるのね。都市、あ、34,600。いや、いけるよこれ、これいけるよ。でこっち相変わらず少ないんでしょ、2万ぐらい。ああ、そうだね。いや、先演術落としましょうよ。先演術落としましょう。大したことないんで。あ、でもこれどうなんだろう、これ戦争30日なのかな。1は兵糧の許す限りでしたけどね。どうなんだろう、どうなんでしょうね。ちょっと悩ましいな、訓練、混ぜちゃおう。編成ね、編成で武官の方に0000、あ、いや0ね。一応ね、私直々に攻めに行くつもりだもんでね。え、あとは巨著さん1万、花公園さん1万、あと16,700しかおらんのか。ああ、でも大丈夫だ、あそこ5000しかいないからね、5000しかいないから大丈夫だよ。弊社2000ね。で純育さん2000、私そんないらないか、7000ぐらいでいいかな。で宗神さん5000で、宗公さん5000。そうだね、攻められることないもんね、あと3700。そうだね、で1万でいいんじゃない。でそうね、なるべく純育さん前面に出したいから残り純育さんにしちゃおっか。で軍事の訓練、あ、ちょうどいい感じ、いい感じですよこれ。再来月ぐらいは攻めに行けないから、あ、無理だね、準備が全然ダメだわ。もう工作85まで来ちゃいましたよ。もうここはバチグーだね。あ、民中生徒下がってるわ。あ、でも米微妙だからやめておきましょうか。見て一応、あ、まだいいか、まだいいね。情報他国一応見れるもんね。ここで兵士56,700、あ、これ私だ、びっくりした、あ、びっくりした、演術見たのかな、34,600ね。いや、ここふにゃふにゃのはずだから大丈夫よ、ここ絶対ふにゃふにゃだからね。大丈夫です。でここもそうでしょ、2万でしょ。金ないね、ちょっともう一回ここね、ここも金ないんじゃない。あ、金あるわ、ただ民の中世で100、税率49。おお、いい政治してそうじゃない。なんでこんな数値にできるんだ、演術はいい政治敷いてるのかもしれないですね。さあ、まあ悪名高い曹操さんが攻めますよ。
ね、じゃあここも結局一緒なんですよね。あ、ここはもう褒美ぐらいしかないですね。車中さんが92。うん、車中さんだね。車中さんってなってますけど。さあ、書物をね。はい。治水だいぶ上がってきましたね。どうする？税金49の方がいいのかな。まあまあもうちょっと様子見ましょうね。これでいいです。秋口かな、攻めるの。まさかこのシリーズ攻めるのに金いったりしないよね。あ、久しぶりですね、六甲に攻めに行く。そうですね、円を抑えて、円を抑えれたら、あ、円勝早くの、はい、コーランが高孫さん。コーランって、あ、孫子の部屋あら、えらいもん見つかった。あ、なんか孫子の兵法書って7冊あるそうですね、この三国志3では。なんかそんなことを教えていただきましたよ。軍事の、訓練じゃなくて準備だね。軍事準備、そうだね。さあ、準備万端でいきましょう。はい。さあ、情報ね、密偵を出します。あ、密偵じゃない、密偵じゃない。他国ね、はい、一覧。あら、まだわかんない。34,600 ね。もうそうね、それでいっちゃいますよっと。税率36。あら、利確すごいな。めちゃくちゃ税制引いてるじゃない。ここは、あ、38。みんな民地図で100だね。あら。あららら、らなんか、なんか民は大喜びなんですね、きっと。軍事、あ、準備やっちゃってる。そうね。さあ、どうしよう。人事、あ、創作だね。龍炎さん、2ヶ月、そのような今年も語らに終わりましょうと。はい。あ、見つかりません、このね。人事創作ね。旅館さん、2ヶ月トロに終わりましょうと。褒美ね。長子さんが低いね、93。93の長子さんが低いね。で書物ね。これいいね。税率、そうね、人事、開発まだできてないでしょ。あ、やってるでしょ。ですね。治水も上がってきたんで、はい、楽よね。軍事準備、あ、まだまだだね。もっと薄めた方がよかったかな。そうね、でもまあいいや。はい、戦が有利にと。あとは人事は見てる最中なので、そうね、開発は、あ、まだやっ、ん、開発、あ、工作も100いっちゃったとなったら、あ、ちょっと待つか、待ちましょう。終わりますね。
さあここもすっこと本当ないや。褒美ね。次誰？94がいたね。この人だね。医者松。はい、97ですね。あー、孫子の兵法書誰にあげよう。将軍にあげた方がいいのかな。いや、あ、そうだ、純育さんにあげよう。うちの軍師だからね。開発、あ、工作してるし治水もしてるね。人事、あー、ないね。はい、お、落葉に来たの。25,000、叩いてやる。援軍寄せ島、いな、いやいや、せっかくだから呼んじゃおうか。ここにね。あ、もういいですよ、それだけでいいです。あ、加工藤さんと、あ、歩兵でいいです。学信さん、歩兵でいいです。あ、助行さんも練習するか。で、賀来さん、はい、行っちゃおう。はいはい、どうぞ。はい、そうそう、歩兵ね。あと誰出すの。あー、もう徹底的にボッコボコにしてやりたいんでね。ほんと飛んで火にいるなんちゃらじゃない。いや、いいですよ。はい、テイクさんもいいですよ。カッカさん一応入れるか。はい、そう、ソウジンさんはいらないか、置いとこっか。いや、もう入れちゃうか。あ、兵糧が減るけど来月入ってくもんね、いっぱいね。はいはい、はいはい。たまにね、こうやってね、コンピューターがね、変な攻め方するとね、ドキッとしちゃうんですよね。まさかうちの兵糧がないとかね、なこと思っちゃうんですよね。さあ、まあこれが普通だったらボッコボコにしてやりますよ、もう。てか時間やばいんだけど。敵はねこっちから来るはずなので、まず曹操さんはここに置きます。で、天衣さんね、天衣さんここに置いときましょうか。あ、いや待てよ、友軍いた方が攻撃できるからいいんだ。ここに置きましょう。で、テイクさんねはここに置いて、で、カッカさん、カッカさんはここ、どうだろう。カッカさんはここに置こうか。多分ね、この2つに来るんで。で、ソウジンさんを配置して、で、ソウコウさん優遇。で、純育先生はこっちで。みんな出す必要なかったかな。あ、加工園さんね。メインでこっち置きましょうか。あ、協調さんね、よく攻める気になったな、コンピューター。誰も言わない。あらら、全然あれですね。あ、あんなとこにいる。ダモでね、店員さんはね、ちょっと話しましょう。よいしょよいしょ、これぐらいでね。で、待機で、カッカさん待機、ソウジンさん待機、で、ソウコウさんはとりあえず待機ね。あの2人だね。え、これひょっとして2万何本だから演術本人が来てるかな。はいはい、あ、なんかそんな気がするね。演術本体が来てるね。私もね、頭いいんでね。ソウソウさん頭いいんでね、ちょっとこの辺で計略バシバシというような感じにしましょうか。あ、伏兵できんのか。伏兵してみよう。はいはい、待機ね、待機。ここは無理だね、伏兵ね。あ、だったらこっちで伏兵してもいいかな。それも面白いかもしんないね。よいしょ。あ、変なとこ行っちゃった。計略、あ、計略じゃない、ごめんなさい。
あ、じゃあね、ちょっとここで一旦終わっときましょうか。三国志3のパート11ですね。この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。